真夏です。けいちゃんです。反省ですか皆さん。仲良し2人並べたよ。ちやごさんだ。水巻水巻。ふぐもさんふぐもさん始まったよ。キックオフ。うん、まぶしい。後ろでなんか撮ってる人まぶしい。3月の30日、昨日は大雨だったんですけど、打って変わって今日は真夏、真夏です。真夏なのにセーター着てきちゃった。みんなはユニフォームが着やすい時期になってきましたね。さて本日のゲストを紹介します。ディリン。毎回ケイちゃんです。毎回ケイちゃんです。なんかサイスタ来たことあるって言ってて、でもサッカーじゃないって言うから、え、サッカーじゃないことあるって思ったら、何、エグザイル、多分エグザイルさんのイベントだね。さんのイベントで来たことがあるそうです。暑い、やばいね今日。今日は今日 T シャツでいいね。 T シャツでよかったね。今日は、4試合目 1,2,3,4 5試合目だ。今日は J1 リーグ第5節一桁だ。まだ浦和レッズさんとアビスパ福岡さんの一戦です。お、誰か出てきたぞ。あ、誰か出てきたぞ。今日は13位14位直接対決です。浦和さんが13位、福岡さんが14位。なんかほぼほぼ全部勝率とか一緒で、失点と得点の差で13-14ってなってるだけで、全然ほぼほぼ一緒です。浦和さん今季初ホームで勝利なるでしょうかという本日の試合でございます。あ、久しぶり。あれ、今季私初めてかな、初めてかもしれない。西川さんね、なんか前回西川さん水色だったから、ダゾンで見たとき最初西川さんじゃないかと思ったユニフォーム。花粉症終わったかな。花粉症ですか皆さん。今日は来場者特典でこれと前回入れた2人、今日は渡辺龍馬選手今日先発でした。でも相方の小泉選手は先発じゃなかったから、あの2人のタッグが見たかったんですけど、 FC 東京から加入した渡辺龍馬選手、もうめちゃめちゃ住み着いてますよね。これ初めて、シリアルコード付きリアルカードで開封します。開封してないで早く席に着いた方がいいかもしれないけど、よかったね小泉選手。仲良し2人並べたよ。けいちゃんの銀ピカカードを開けます。あ、一緒だ、小泉選手です。一緒なのかな。一緒だ。でも5種って書いてあるから多分違うんだよ。違う人のやつがあるんだろうね。じゃあ龍馬選手をダブル小泉選手で挟んであげます。ちょっとこの部屋ゴム可愛い、ヘアゴムかわいいし、このちっちゃい巾着もかわいい。キャッシュレスができたんです。キャッシュレスができたんで、まあ、ガチャガチャもさ、うん、ガチャガチャもペイペイでできちゃう時代だよ。もうね、メダル、メダル見して。これでやります。あー、チアゴさんいいじゃん。ねえ、いいじゃん。チアゴ最近頑張ってるから。わー、来た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 、久しぶりだ。すごい、今季初埼玉スタジアム。福岡さん近い、すごい。やっぱりいいですねこの雰囲気は。暑いし最高級。ここで、後でここに画像出してください。今日のスタメン
11分で入れててめっちゃ調子良かったですけど、今日はあれかな、後半から出るのかな。その代わり大久保選手が先発で入ってます。あとは11番のこれデスパクソン選手っていうんだっけ、デスパクソン選手とか前田直樹選手とか、私は生で見るの初めてなので、アビスパ福岡さん、これなんかアビスパ福岡さんは LINE が来なかったんですけど、これは Twitter から引っ張りました。田代選手、奈良選手、宮選手、福岡選手、前選手、今野選手があれですよね、福岡で今注目株。それからあれだ、岩崎優斗選手、岩崎優斗選手はあれだよ、だってトスのめちゃめちゃトスの推しだった選手、あれかな、でもポスト山岸選手なのかな、山岸選手が福岡からいなくなって、山岸選手どこ行ったんだっけ、名古屋か、名古屋に行ってポスト山岸は誰かなって言われてますけど、それのための岩崎選手かな。岩崎選手はめちゃめちゃ運動量もあるから結構1位にいますよね。今日も先発で出てるから、どこにいる、あれかな、あのオレンジの靴かな、あ、あれは今野選手、今野選手めちゃめちゃどこにでもいるし、めちゃめちゃいろんなとこに顔出してくれて、小回り聞くから私大好き。なんか浦和の座席が紺色だから、ここ福岡さんのホームみたい。福岡から来てるのすごいね。福岡から来てるのすごい。ヘグモ監督、私生で見るの初、すごい気合い入ってるぞ今年も。映像綺麗、初めてのサイスター浦和戦。そうだね、見たことない、浦和見たことないね、浦和自体試合見たことないかも、生でね。そうよ、もう浦和さんはもうサポーターがすごいから、まあね、もうどこ行ってもアウェー行ってもホームだから、まあ、今日もねもう9割ぐらい、9割5分ぐらい浦和サポーターが来てるって感じだね。ACL の決勝とかすごいよ、ね、あれ見てもう感動したもん、で試合見ていいんだかサポさん見ていいんだか分かんないぐらいすごかった。すごいね、すごい声だから楽しみにしててください。楽しみですね。誰かあの言いますか、注目選手をどうぞ。注目選手、興梠さんはね昔からねいる選手だしね、なんかこう今日出てほしいなと思うね。あと松尾選手はやっぱりあの
後半の起爆剤なんです。楽しみ、ね、中島翔也選手。あ、そうね、中島翔也選手ね、生で見るの初めてかも。私はあのヘグモさんに注目して、なんか全然違うみたいから、去年の戦術と。で去年も1年で監督変わっちゃったから、もうみんな大変だろうけど、今一生懸命落とし込んでるところですって、あの酒井選手が言ってて、ね、とても前向きですって言ってたんで、今日はぜひホームで一勝初勝利を楽しみにしたいと思います。まもなく選手の入場です。今日も熱い試合を楽しみにしています。始まったよ。なんでお花持ってんだろう。まもなく母の日だから。わあ、なんか今年もシーズンが始まったっていうこの声と天気がすごいワクワクだ。あ、長谷部監督、長谷部監督は続投でしょ。ヘグモ監督いる。あ、いた。あ、意外と大きいんだ。なんかもうちょっとちっちゃいのかと思った。なんか松岡選手、松岡選手って髪型変わった。かなりワイルドになって帰ってきました。効果は前節から5人変えてきたかな。 FC 東京に 3-1 でしたからね。キックオフ、入った。シュートうまっ。この距離から行ったんだ、すごい。先制点、シャハブザヘティ選手、すごい今打つんだっていうタイミングで。前半終了しました。前半終了して1対0で福岡さんのリードです。すごい、なんかボールが両者落ち着かないなっていう前半だったんですけど、でもなんかこうつまんない感じの緩い感じでもなくて、前半の前半は裏は攻めてましたし、チアゴ・サンタナ選手の決定機が2つぐらいあって、あれ入ればみたいなの思ってたら、後半同じような、結構そこから打つんだみたいなとこから、へ、なんだっけ、さっき言えたのに分かんなくなっちゃった。福岡のあのイラン代表の選手が入れてました。なんか前節も思ったんですけど、やっぱり岩尾選手のが持つと落ち着く感がすごくて、なんか結構みんなバタバタバタっていう感じの中、岩尾選手だけワンタッチでポンって触る位置にちゃんと動くから、あ、なんか今年も落ち着いてるなっていうイメージでした。後半コロキさんとか小泉選手とか松尾選手とか、久しぶりに尾形選手も見たいし、出てきたらいいなって思います。後半に続け、渡辺亮太選手ゴール。今ね、尾形選手が大久保選手の交代で入ってきて、尾形選手が前にいて、渡辺亮太選手がそのまま後ろにいて、え、それ逆じゃないのって思ってて、で逆に帰ったらすぐ入った。いいね、いいね。龍馬選手はやっぱそこだよね。何回も今日チャンスを作ってたので、やったね。もう1点入りそうな気がする。ほら、ダゾーンも言ってる、ポジションを変えた直後って。あ、初ゴールなんだ。初ゴールだって、浦和のホーム。よかったね。ハンドの可能性ナウ。浦和のホームでオン
フィールドレビューやっちゃったら難しいでしょうよ。めんどくさいね。ハンドじゃないって言ったらすごいよ多分。PK か？フロワさん PK 獲得です。今日はショルツ選手がいないので誰が蹴りますか？チアゴか？こっちのゴールでやってほしかったな。浦和レッズさん今季ホーム初勝利おめでとうございます。ちょっと待ってイエーイ。なんかどのタイミングですごい。でも福岡さんも最後の前回が最後の方で入ってるからかもう最後まで入ると信じさせてくれるようなプレーでした。渡辺龍馬選手のチーム加入初ゴールもおめでとうございます。さてはいどうぞ。硬いっていつも言われるからね。硬いっていつも言われるからねでもあれですね、福岡の今日の試合見てると、まあ、前半結構こうボールを蹴って攻めていく形が結構多くて、まあ、それが結構浦和に効いてたのかなと思ったんですけど、後半はなんかどちらかといったらこう浦和に引っ張られてポゼッションサッカーを結構頑張ろうとし始めちゃって、なんかそれがうまくいってなかったかなと思いますね。まあ、最後の最後の方はまあ逆に本当パワープレイみたいな形になってたんで、まあ、それがなんか非常に効いて後半2本のシュートが最後の2本だけだったので、まあ、なんか終始もうパワープレイに徹してたらなんかもっと面白い試合になったのかなって今日は思いました。はい以上です。もう浦和に関してはなんかずっとポジションサッカー聞いてたんで、まあ、今日多分このままうまくいけば点数入るだろうと思ってたら、まあ、点数決めてくれたなっていう感じでしたね。はい。まあ、後半なんか特にあの浦和のペースだったなと思います。はい。ありがとうございます。選手が回ってきたので移しましょう。わあ、これあ、こちらは福岡さん。福岡からお疲れ様でした。こちら浦和さん。最後に興六さんと中島翔也選手見れて、中島翔也選手やっぱ早いな、振り返ってからが。また会いに行きます。本日も熱い試合をありがとうございました。アンニョン。